演舞開演。どうも、今年もいよいよ終わりが近づいてきていますね。なんでせっかく今年流行ったこのハンドスピナー、自分も買ってみました。なんか今更感ありますけど、これ台がついていて、こういう風に置くこともできるんです。で、こういう風に置くこともできるんですよね。で、今年もいろいろあったなぁ。あって何から話したらいいか分かりませんが、今年はいろんなところに行くことが多かったので、それがものすごく印象に残っています。1月の那智の滝に始まり、3月の東京、11月の埼玉、なんか3つだけって思うかもしれませんが、他にも動画に上げていないだけで大阪や兵庫などにも足を運んでいます。まあそれらはセミナーとかの参加が多かったので、動画に上げるにはちょっとという部分が多かったあったんですよね。今年もいろいろありましたね。いろいろ美味しいものも食べられたし、出かけて出会いもあって、ちょっと悲しい別れもあって、いろいろありました。今年はとってもいい年になったと思います。来年もこの調子で、いえ、これ以上にいい年にできるように頑張っていきたいと思います。なので皆さん、これからもできればよろしいので、応援よろしくお願いします。ハンドスピナーと、このハンドスピナーのように忙しく回りながらも頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。皆さんの今年の抱負をお聞かせ願えると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。